Welcome guys, let's get to the game. Oh, it's a new character. Who is this? I haven't seen him. シナダ達夫です。東京都出身の22歳。おお、シナダ。ファーム生活を経て今日1軍登録された馬鹿りのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席シナダ。いや、藤田監督随分思い切った采配ですね。うん、そうですね。酒井選手に何かね、アクシデントでもあったのか、もしくはこう延長ね見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えている義眼澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心という、ところでしょうか。さあ、1球目を投げた。左へ切れた、ファウル。サードとしては、ここは長打は避けたいところですからね。はい。それに今日のカーブ、キレいいですよ。自信があるんでしょう。さあ、澤田、2球目、どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって、投げた。またカーブ、うまくカットしましたね。ファウル、ファウル、ファウル。 6球目もカットしました。シナダ、カウントは2ナッシングのままです。いやー、シナダ選手いいですよ。すべて積極的に振りに行ってますよね。はい。なんとか澤田投手のカーブにね、食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね。ここまですべてカーブの澤田、一発を狙うバッターの心理を読んだ。 I don't know much about baseball, but I feel like he's hitting good. 徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。 7球目。打った。大きい大きい。伸びる伸びる。入った。ホームラン。打ちましたね。いやー、大きいホームラン。なんというドラマ。今日1軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン。 しかもサヨナラですよ。カーボレントの後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。達夫品田。 Oh, he's sneaking away from the door. Oh, you are caught. もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ、俺の様。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。あ、あ、あ、お宅も切り取り、時間かかるなら打ち当て直そうか。いや、そんな。うん、
どうしたの？じゃあ俺も手伝おうか？大丈夫です、もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。音響さんだよ。おい、品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの？ダメじゃない、仇同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね、さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。しなだ、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか、今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋？そんなに稼げるんですか？おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。おうおう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の夢をプレスして落とすんだよ。おうおう。え、社員になれば労災適用されて、指1本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本。まあ、完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、ほらほら、今日の夕方取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんですよ。ほう、感心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。あんまり玄人の金貸しなんだ。 I think he's a sneaky guy。 出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。嫌だな高杉さん、ご冗談を。 Is he going to be a fighting type? 冗談で済ませてほしきり。 あれ、 comedy type? I don't know。 さっさと仕事してこい。He's not at the hitting end. He's at the opposite end. Opposite end. Getting hit end. Why he's not running? Oh, here's the steps.
this Yakuza 5, his running stance is somewhat good compared to others. Akiyama and Kiryu. Sajima looks the same like the old Yakuza 4. どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なーに？いやいや、店長、いつももうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼。でも安心して、次の関東グラビアは俺がよ、ミルク。え？今日知らんが。店長です。店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんが。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか。こうまずいよそれ。夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあたっちゃんプライベートでもよ、ミルクの今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。でも俺が言うのもなんだけど、まあそりゃそうだわ、若い頃の写真なんて使うから。どうしてもミルクちゃんがこの写ほんでもな、相当前だろうね。あ、というわけで今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しない。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなってミクちゃんの太もも触れなくなる。分かった分かった。どうしよう。実はね、私の弟がね、警備美術品を運搬する警備中に高価なもの弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかも。それは彼の上司以前文化なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたるぞって。お名古屋組警察に通報したら何されるかわからんでしょう。私心配で。だでごめんね、たっちゃん。じゃちょっと、今日取材受けてくれる？ねえ、でも久保田警備って言ったよね。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備。店長、
確か一応通りのこっちも首と指。どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか。私、風俗ライターをしてる品田というもの。風俗？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん太ももクラブのミルク、本名は、とにかくね、あなたたちが今監禁してる社員を。鳥山の件なら、いや、間違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れれば迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんには。風俗リアーターさんよ、黙っていてあめじゃ済む。うおお、怖っ。そのセリフおちょくっとんのか。俺ら手加減いらんわ。一気にやったれ。Oh, they are trying to teach him a lesson. So who is going to learn the lesson?鳥山さんですね。ミルク、あ、いや、姉ちゃんは。あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだ。鳥山さんが警備中に美術品壊してです。うん、あんたが。そういうのって会社で保険かけてあって。一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげで、うちはおかみから散々。それなのにこいつはどうやりゃことやって。保険やなんだで片付く問題じゃあるぜ。弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうし。その美術品、こいつだ。あ、何これ。世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。で、どうすんだ。おめえが代わりに。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃ。弁償。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。え、違う違う、素人が出まかせ。掛川さんが使ってたバットって足首バット。圧縮バット。1981年から使用禁止になってるから、当時なら圧縮バットのはず。
ようわからんけど。違う違う、足首バットってのは反発力を高めるために木これしてないでしょ。あ、よく見ると間違いなく見てるじゃん。そう、間違いなく偽物だわ。ただってこと、そうね、弁償金にいいとこ。てめえ何者だ。疑うんだったら出すまでもない。なん、あんたが社長さん。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね。鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない。何の話をし、おい大野。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ。俺は聞いとらんぞ。違うんだ。おみゃ、また会社に来た仕事を個人で請け負って未然にか。ええ、これはその、おみゃが勝手に何やろうが構わんが。The bosses in Japan are so scary。 俺の会社に泥塗ったらかんぞ。しかもよその方にまで迷惑かけてまって。タイムタイムタイム、鳥山さんの件が大事にならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか、そんならし、申し訳ございませんでした。もしもし、姉ちゃん。ああ、死なだ。姉ちゃんが今からパート。助かった。死なださんは姉ちゃんの、姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店。ああ、いやいや、それは結構。そう、今後ともは姉を、いや、はい。So let's get to the interview. いいね、ミルクちゃん。今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだ、たっちゃん、恥ずかしいだね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真、苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん、え、ありがとう。お世辞じゃないからね。うん、うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。Oh, the flirting. そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。
後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返す。返す気もね。んなことないって。原稿料もらった。どうせあの闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ、逃げられない。おめえいつからあの闇金に借りてるんだ。闇金って高杉さんのとこから。あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸したって噂だぜ。ヤバいって名古屋組とつながってるってこと。噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな。そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そこと繋がってるようなやつから金なんか借りたらな、本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん、俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライターよく知ってんな。宇野さん、ほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょう。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増えてんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん。回転寿司？ギャラもらったら俺んとこに直行するんじゃなかったのか。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのは。よ、全額もらってもレシートも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132,735円と。
ますぜ。おばちゃん。また。俺だって来た。来月からはホームラン賞の対象は3番。東京ギガンツの沢田。あそこで、あんたもあいつには。悔しかったら。ナイスバ。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけはかん。俺がこれ、お前の行動なんて全部し。ギャラ入る。うし。スケの生産が。ああ、それが。もう早く金がないってか。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み。本当。ありがとう。待っとるで。
いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん。牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言ってるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって、商品券でもええから回収しなかんわ。え？なんで知ってんすか？たけえ、俺は商店会長だって。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほらこれ一杯5,000円。それがその、なに、商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん、何か一品でいいですから。よう、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え？東条会と大海連合って関東。おら、え、殺された？事故だ。いや、その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎、両方の組織の人間がこの辺。この辺ヤクザ見ないから好きだった。無一文で来るあんたに来る、うん、そうそう、極道に加え変な男、帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が、キヤバいやつかもしれんから変に関わる。あれ、今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアか。確かあんたが出しゃばってくれたおかげで。うわ、どうしてくれ。それは大変ですね、ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教え。そうだな、バッティングセンターなんて。どあれ結構いいストレス発散にな。ふざけとん、ふざけてないよ。ふざけとるかい。だいたいさ、さ、なに？あんた、わかりやすいと。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんだ。わけわからんこと言っとる。ズボス。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。そこまで検討。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。どれくせえわ、クソダケ。お宮の悲鳴でほっぺの崩壊させたるわ。
Oh, it's a chef guy.誰だよ、あんた。天栄町で、ある男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。
俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去、心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだ。元名古屋ワイバーンズ背番号40、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。